はい、皆さんこんにちは、えー、レッ不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師を取ります不動産鑑定士の川原といいますでは今回このタイトルですねはる、えー、かな対別不動産鑑定士最短合格をテーマでガイダンスをさせていただきます、えー、と不動産鑑定士は、えー、弁護士公認会計士ともに三大国家資格の一つと言われていますただちょっと一般の人にね馴染みが薄い資格になってきますのでまずは鑑定士の仕事の中身ですね業務内容について確認をしていきます はいえー、と鑑定士の仕事は大きくですね鑑定評価業務というものとコンサルティング業務という形で分かれてきますでまずは鑑定評価業務ですね、えー、鑑定評価業務というのは、えー、公平中立な立場から理論に裏付けられた不動産の価格を求める業務のことを鑑定評価業務と言いますまあ、大規模な事務所ビル等々についてですねまあ、不動産の価値について経済価値を判定していくらいくらという金額を出していくそういった業務です でこの鑑定評価業務というものは国から認められた独占業務になっています。鑑定士議だけ許されている業務が鑑定評価業務ということになってきます。で、鑑定評価業務が大きくですね、左公的評価と民間評価に分かれてきます。公的評価というのは依頼主が国とか都道府県公的な機関ということになってきます。代表例が地下工事、地下工事って制度言葉聞いたことあるでしょうか。えー、と例えば、えー、今年 日本で一番高い土地は銀座のどこどこですとか今日本で一番ね土地が値上がっているのはインバウンドの影響を受けて、まあ、北海道のニセコ周辺ですとかそういったニュースって聞いたことないでしょうかね。 全国2万6000地点ポイントについて国土交通省から委託を受けまして全国の不動産官たちが鑑定評価をしてでそれを取りまとめて国土交通省が毎年1月1日での価格を3月の中旬ぐらいに一般の人に工事示していく制度が地下工事と呼ばれるものということになっていきます。 で一方、民間評価というのは個人とか企業が、えー、依頼主になってくるようなそういった場面です。例えば不動産を売買するとき、まあ、担保にするとき相続するときに不動産の価値を、ね、適正な価値を知りたい場合に鑑定士に評価依頼されること依頼することがありますしあとは、えー、不動産を賃貸するとき 例えば、えー、事務所ビルをずっと借りていましたで。ずっと借りていたんだけど、えー、今回更新するときに、ちょっとね、さすがにちょっと周りの事務所ビルと比べると、えー、賃料ちょっと高いので、えー、オーナーさんに減額請求したい、その場合に資料として、えー、鑑定しにです、ね、賃料の評価を求められたりすることがあったりします。でえー、っとこの公的な場場面面ででもも民間の場面でも 公平中立な立場からの理論的な不動産の価格というのが求められる場面が多々ありましてそんな場面で鑑定士の評価というのがこう必要になってくるということになってきます一方コンサルティング業務ですね不動産に関する困りごとを知識資格を生かして解決していくそういった業務ですいろいろ例は例はあるんですけど例えば CRE 戦略という言葉聞いたことあるでしょうかコーポレート・リアルエステートの略なんですが、えー、企業が所有する不動産の有効活用の提案アドバイスをしていくそういった業務のことを CRE 戦略と言います、まあ、こういったコンサルティングなんかも、えー、鑑定士の業務の一つということになってきます。で鑑定士というのは基本的には、えー、っと土地家屋調査士さんとか司法書士さんなんかも同じように独立開業型の資格と言われています。 ただ不動産系の資格の中で不動産鑑定士は独立開業しやすすいい資格と言われていますなぜかと言いますと公的な評価があるからということになってきます。 えー、この先ほど説明した地下工事とかねほかにもさまざま公的な評価あるんですけど、まあ、23年間ぐらいの実務経験を積んで登録をしていけば少しずつ公的な評価をもらえるようになってきます。とともに知られていないんですが不動産鑑定士というのは、えー、企業内鑑定士として、まあ、インハウスなんて言ったりするんですが。 企業内鑑定士としししてて活躍いいる鑑定士が多くいらっしゃまます。まずは不動産会社,です、ねえー、産会社大手の不動産会社はこのね CRE に特化した部門を立ち上げて今ねものすごく営業をかけていますそういった部門で企業内鑑定士として活躍する鑑定士さんねいっぱいいらっしゃいますあとは金融機関特に信託銀行ですね えっと信託銀行は内定を出した学生にね会社がお金を出してえ入社前から鑑定士の勉強をさせてで入社と同時に鑑定士のね試験を受けさせて鑑定士の資格を取らせるねそういったことを行ってるね信託銀行多くあります。だから信託銀行の中には多くの鑑定士ですね活躍しています。あとはえっと官公庁ですね役所です。えっと財務省さんとか国税庁さんとかですねその中で鑑定士活躍しています。 えっと、財務省さんというのは、例えば国有庁ですね。民間に売却するときに鑑定士に評価依頼します。財務省さんは鑑定士に評価で依頼する立場です。 では依頼する立場であります財務省等々でなぜ内部で鑑定士を抱えておきたいのかそれは依頼をして入手をした鑑定評価書が適正かどうかを内部でやっぱチェックしたいみたいなんです、ね、なので内部で鑑定士を抱えていたので、えー、国税庁団さんだったりあと財務省総統の中でも、えー、多くの鑑定士が活躍していますちなみに東京都庁は毎年のようにです、ねまあ、キャリア採用という形で鑑定士を募集したりしています では、まあ、こういった鑑定士になるためにはどういった試験制度を突破していく必要があるのかという形ですね、えー、と試験の中身について次は説明していきます、えー、と不動産鑑定試験は公認会計試験なんかと同じように担当式試験論文式試験の2段階選抜方式になっていますまずは担当式試験、えー、と受験資格は特にありません誰でも受けることができますで、えー、と科目なんですけど担当式試験は2科目で試験が課せられます 行政法規という科目と鑑定理論といいうう科科、ね、科目目目鑑定でですすね試試験試験が課せられます行政法規不動産というのはこう買って気ままに使えるものではなくてさまざまな規制法律があります、えー、と建築基準法とか都市計画法とかそういった法律名聞いたことないでしょうか不動産に関する37の法律について学んでいくのが行政法規という科目になってきます、えー、ともしも宅建試験とか勉強されていた方は宅建試験で学んだことの4割近く 内容がが重ななっっててくるの,がこの行政法規という科目になってきます一方鑑定理論不動産を鑑定する時の、ね、考え方理論を学んでいく、まあ、鑑定士としての専門科目が鑑定理論ということになっていきます。いずれも択、まあ、一式マークシート方式で試験が課せられましてでいつ試験が課せられるかね行われるかといいますと例年ですね5月の中旬の、まあ、第2日曜日母の日が、えー、試験期日ということになっていきます。 えー、午前中10時から2時間でマークシート40問解いていただきましてで午後1時間半の休憩を挟んで午後の1時半から3時半で買っているんですね、えー、マークシートで40問解いていくそういった試験になっています。ではどれぐらいの点数を取れば合格できるのかってことですね。えー、と願書ですと合格ラインは総合点でおおむね7割を基準とすると示されています。 ただ、鑑定試験は相対評価の試験です。えー、と問題が優しければラインは上がっていきますし、難しければ下がっていきます。では、近年は、と言いますと、だいたいですね。合格点は六割五分から、まあ、高くても七割です。なので、どんな問題でも、七十パーセント、七割取れればまあ合格することができる。まあ、そういった試験になっています。 ではどれぐらいの率で合格できるのかと言いますと、えー、合格率がだいたい30%強ですね要は3人に1人が合格できる試験が担当式試験ということになっていきます比較的受かりやすい試験が担当式試験ということになっていきますで担当式試験突破しますと続いて論文式試験ということになっていきますであの科目なんですが行政法規という科目は担当式試験だけの科目ですので論文式試験では出題されません 一方、鑑定理論というのは専門科目ですので、えー、論文式試験においてもお伝えされます。加えて、民法、経済学、会計学、計4科目で試験が課せられるのが論文式試験ということになってきます。まあ、科目数が多いというのが論文式試験の特徴ということになってきます。えー、っと、どの学部か有利ですかってたまに質問を受けるんですが、だから一概には言えないですかね。えー、っと、法学部ですと民法、商学部ですと会計学。 あと電卓を使って計算していくようなそういった問題なんかもね経済学だったり官邸論で出されたりしますので理系の方が有利な部分を多々あったりしますいろんな学部の人が受けているのが官邸試験論文式試験ということになってきますでいつ試験が課せられるかと言いますと例年8月上旬の同日月の連続する3日間が試験日ということになってきます最終日月曜日ですのでお仕事されている方は事前にお休みを取っていただく必要があります これ真夏真っ只中3日間で論文文章を書いていかなきゃならない試験ですのでなかなか体力的にも大変な試験が論文式試験とということになっていきますちなみに初日の午後の科目経済学って科目なんですけど経済学というのはこうトピック的な時事的な問題が出されたりしますなので年によってはすごい難しい問題が出たりしますで難しい問題が出てほとんど回答を書けなくてでどういったことが起こるかというとあまりにも回答が書けなくて試験を途中でやめてしまう方がですね いるんですよね2日目3日目費用ごとに周り空席が目立っていくる。なかなか資格試験で途中で試験やめちゃう人がいるって試験はそうはないと思いますこう空席がどんどん目立っていく試験なんですよね論文式試験なんですけどこれやっぱりもったいないんですよね当然論文式試験も相対評価の試験ですなので難しい問題は みんな書つまり何が試されてるかといいますといや自分経済学こんなに一生懸命勉強してきたんだからえ自分がわからない問題は多分みんなもわからないんだからこの問題は合否に影響しないので他の問題他の科目について淡々と回答を作成していけばいいんだなと判断できるかどうかですそういった冷静な判断が、ね、できるかどうかそういったことが試されてるのがこの3日間の論文式試験ということになってきます。で、えー、っと ポイントはですねやっぱり、ね、バランスよく4科目試験化するのでバランスよく勉強していくのが論文式試験合格するためのポイントということになってきます特に鑑定試験は働きながら勉強される方が大変ですので仕事とのバランスも取りながらさらにね4科目のバランスも取りながらこう。 スケジュール管理能力みたいなものが試されたのが論文式試験ということになってきます。えっと、毎年合合格格ししたた方の合格した答案を手に入れていますでこう見させていただくとちょっと言葉悪いんですけどいやまあ確かにギリギリの答案だね答案なんです、まあギリ。まあちょっとギリギリの答案だね。ポイントはそういったギリギリの答案を合格した方は全科目を揃えているということです。とにかく 他の人に差がつけられないような、要は普通の答案をポイントは全科目揃えられれば論文式試験は合格することができます。つまり苦手科目が1科目の丸となかなか合格することは厳しいので、とにかく全科目まんべんなくバランスよく勉強して、他の人に負けないぐらいの普通の答案を書けるように全体を底上げすることが論文式試験においてはポイントということになってきます。特に鑑定理論です。鑑定理論という科目は、 担当式試試験験と論文式試験いずれれでででも出される共共通通の科目です共通科目目すすしかも論文式試験においては鑑定理論という科目は専門科目ですので他の科目よりも多くの問題が出されます。なので担当論文を通じて鑑定理論というのは配点の半分を占める一番重要な科目です。なので鑑定理論について苦手としているようですとなかなか合格が厳しくなってきますので鑑定理論についてです、ね、しっかりと勉強していくことが特に鑑定試験においては重要ということになってきます。 はい、で続いて試験の特徴ですね2つのポイントがありまして <laughs> あちなみにすいません論文式試験どれぐらいの率で合格できるかといいますと合格率は大体ですね15%前後ですね要は7人に1人断るんですけどしか合格できないといっていいのが論文式試験ということになってきますこの7人というのは担当式試験合格した人の7人のうちの1人ですのでなかなか論文式試験難しい試験ですよねでこれいつも言い訳的にですが えと合格率が高いですね受かりやすい試験資格というのはじゃあそれを取ってすぐに就職転職に直結するかというとなかなか難しいですね、えー、そういった部分があると思います一方で例えば司法書士さんなんかもそうなんですけど合格率の厳しい試験というのはもちろん取るのは大変です受かるのは大変ですただ合格しますと希少性を生み出しますので就職転職に直結するということになってきます。はい、で続いて鑑定士のね2つのポイントを確認していきます。 まずポイント1つとしてしましては担当式試験合格者は翌年翌々年2年間担当式試験が免除になりますつまり一度担当に合格しますと論文式試験が最大3回受験できるそういった制度になっています。例例えばその,例のところ 皆さん鑑定士興味を持っていただきましてで勉強を始めていただきましたで2021年度は見事担当に受かったんですけど論文の勉強はしていなかったので論文不合格になりました翌年、ね、2020年度は担当面度で論文から受けることができるということです仮に2020年度論文不合格であったとしても2023年度も担当面度で論文から受けることができるということですこれ受け控えとかはできませんので受かった年も含めて3回ですね論文受けるチャンスが与えられるということになってきます特に鑑定士権は 働きながら学習される方が大半となってきますのでこの担当免除制度をうまく使っていただくというのがま最短で合格するですね。一つ少し戦略ということになってきます続いてポイントの2ですね短期合格が可能になるということです学生等の若年層の方や不動産分野での職務経験のない方にも積極的にチャレンジしてもらうために短期合格が可能になるように2016年度に試験問題の見直しが実施されています まあ、鑑定業界というのはね、ものすごく人手不足だね。人手不足です。しかも高齢化してるんですよね。なので、こう数年後には、こうね、高齢化している鑑定士がね、定年してしまうと、一気に鑑定士の人数が少なくなると言われています。で、えっ、ー、と、国土交通省鑑定業界ですね。こうやって危機感を持ってまして、で、えっ、ー、と、いろんな人に鑑定士をチャレンジしてもらうためにですね。試験制度の見直しを行っています。まあ、単純に言うと、試験が受かりやすくなっています。 それまでは、ま、知識量重視のベテラン重視の、ま、実務的な問題が出されたりしていました。で、試験問題が見直されて、とにかく基礎を重視して、しっかりと基礎を回答に示してくれれば、しっかりと点数を上げていく、採点していくような、そういった、小学生でも短期で受かりやすいような、そういった問題にですね、見直されています。受かりやすくなっています。えっ、ー、と、五、六年前までは、担当論文を一発で受かる、そういった方はですね、ほとんどいませんでした。 ただ、ここ2、3年は本当に学生等々を中心に、2、3年で、えっと、担当論文一発で受かるような、ね、そういった方が増えてきてますので、今ね、本当に、ね、受かりやすくなっています。とにかく今、人手不足で、超売り手市場です就職状況超売り手市場でってすで。試験問題見直されて受かりやすくなってますので、観点こうチャレンジするにはこういいタイミングということになってきます。はい、では、観点誌受かるためには、どれぐらいの勉強時間を確保する人がいるのか、ね、一定の目安を説明していきます。 えっと目安としましては、はいえー、っとまず担当式試験は講義の時間も含めてどれぐらい勉強時間を確保していただければ合格することができるかと言われてますとそれは約500時間ぐらい勉強時間を確保していただければ十分に合格することができると言われています。 卓研試験が一般的には300時間ぐらいと言われてますのでその1.5倍ぐらい勉強していただければ担当式試験あの十分これ合格することはできます一方で論文式試験ですね科目も増えて論文文章書訓練もしなければなりませんので講義の時間も含めて言えば最低でも2,000時間ぐらいは勉強時間確保していただく必要があるということになってきますでは踏まえてレックとしてはこのタイプ別ですねタイプ別にですねどういったまあコースを準備しているのかってことです まず,はですね、まずは、えー、着実にです、ね、段階をを踏んでで学習をしていくってことこすつまりは担当免除制度こういった試験制度をうまく使ってまずは1年目は担当だけに特化してで担当を見事一発で受かっていただいてで担当の負担をなくしていただいて2年目、論文に専念していただいて担当免除制度をうまく使っていただいて難関の論文に合格するこういった方、ね、ですよね。 こういったタイプの方におすすめなのはまずは1年目は担当だけのね合格を目指してコースになってきますので担当だけのコースというのは2023ページですね <laughs> こちらですね2021担当合格コース全50回のね担当だけのね合格を目指したコースですまず2021年度を担当に合格して論文学習に専念できる土台を作るそういったコースになっていますで このコースの中にはあの過去問テキストすべて入っています余計なね講座だったり通連ね等等ね教材等等買う必要は一切ない、ね、そういった担当のコースになっていますね着実に、ね、講座消化していただければ十分ね担当を合格できる力身についていきます、ね、見事担当に受かっていただきますと2022年度論文だけのコースもしっかりと準備していますのでまずは1年目2021年度は担当からですね チャレンジしてもらうですね。そういったコースがこの2021担当合格コース全50回のコースということになってきます。まあただってことなんですよね。まあ段階踏むっていうのもありはあり、全然ありです。ただ今回のテーマは春から最短で合格していこうっていうテーマですよね。春からです。つまり試験までだいたい1年間ぐらいあります。なので、えー、担当を受かるためには講義の時間も含めてだいたい500時間ぐらい。 勉強時間が必要でそれを1年間365日で割っていただきますと1日当たりの勉強時間って大体どれぐらい必要ってことですかねといぐらいですつまり週末こ6時間ずつぐらいですね確保していただければ平日は勉強しなくても十分にですねこれ合格することができるということです。なのでちょっと春からですと担当だけに絞ってしまうのは もったいないといいとととととううここね余裕がちょっとありすすぎるということですなのでこれ働きながらであったとしても春からならばやっぱり論文を見据えるべきということです。なのでいやもう最短で春からならば働きながらであったとしてもまあ担当論文ですね一発で受かることを目指したいってそういった方タイプの方もいらっしゃると思います。そういった方におすすめなのはえー、っとページ戻りまして。 こちらですね2021担当論文フルコース全166回のコースということになってきます担当と論文の学習を同時並行に行って2021年度一気に最終合格を目指すそういったコースになっていますこうした見ていただきますと上がこう担当のコースですね先ほどの担当のコース担当のコースにね下が論文のコースです論文のコース論文のコースですね まずは知識をインプットしていく論文基礎機のね知識をインプットしていく部分とあとはえと論文完成期ですねえ実際に問題をですね解いていくですね答案練習会答練を受けていくですねまアウトプットですねアウトプットを行っていくのが論文完成期ですねそういった構成から成り立っているこの論文コースを同時に取っていただいてね最短で一発合格を目指すのがこの担当論文フルコース全166回のコースということになってきます。 えとメリットとしましては、えー、と担当論文これ同時に勉強しますで先ほど鑑定理論という科目は担当式試験と論文試験試験共通の科目です。で鑑定理論学ぶべき知識は担当論文でこれ共通なんですね。知識は担当と論文でで共通ですなのであの基本テキストも担当と論文でこれ一冊の基本テキストになっています。 学ぶべき知識は同じでそれをマークシートでマークするのか論文文書で書くのか、まあ、アウトプットの違いだけで学ぶべき知識は共通です。なので担当と論文同時に学習した方がこれ効率的にですね学習することができます。で官邸理論の論文対策を行えば行うほど 担当式試験の点数が上がっていきますのでこれ同時に学習した方が相乗効果ですね学習時間も圧縮されてそれぞれの点数も上がっていくですねそういった効果があるのはそういったメリットからのがこの担当論文フルコースということになってきます、えー、と働きながらであったとしても春からならば十分ですねこのフルコースで一発合格目指すことができますあとは、えー、特に学生の方とかですね、えー、比較的時間多くたれるような学生の方はお勧めですしあとは、えー、と。 小試験,とか公認会計試験合格した方ですね、えー、と小試験合格者、や公認会計士合格者は論文科目の一部が免除になります。そういった免除が受けられる方もこのフルコースで一発合格ね、ぜひ目指していただきたいということになってきます。で、まず学生の方ですね、学生の方は一般価格から40%割引になる 学生の割引はね、えー、しっかりと準備されています先ほど国土交通省ね学生等々か若い方にもチャレンジしてもらってそういったためにこう試験制度を見直ししてますのでそういったことを踏まえてで句としましても学生の方にこうチャレンジしやすいようにですね40%割引になるようなそういったね割引制度も、ね、ちゃんと準備しています。あと科目免除の方ですね科目免除の方は、えー、と27ページを見ますと。 えと具体的には司法試験に合格した方は民法が免除になりまして公認会計試験に合格した方は会計学とあと合格したときに受けた科目ですねまあ民法経済学ですね受験した科目が免除になりますで免除科目に合わせ免除の科目のね数に応じて割引になるようなね値段がちゃんと準備されています免除に応じた割引価格ねちゃんと設定されています 23年前ぐらいですかね、えー、と司法試験公認会計士両国語を書いているような弁護士であり公認会計士の方が、まあ、三大国家試作のコンプリートを目指して最後不動産監督手指ね,、えー、とねレックの講座で受けましたその方はですね三、えー、科目免除だったね民法経済学会計つまり論文式試験は鑑定理論だけ勉強すればいい、ね、そういった方でしたなのでやっぱり見事に一発で受かりましたなののでで科目免除を受けられる方はですねこの 割引なんか使っていただいてぜひ、ね、フルコースでですねいきなりフルコースちょっとハードルが高いですよねいきなりフルコース一方で春からなので担当だけに絞ってしまうのもそれはそれでもったいないということです担当だけに絞るのはちょっとさすがに余裕がありすぎてもったいない一方でフルコースというのはいきなりねちょっとハードルが高いじゃあ中間はないのかってことです中中間間ありまます中間のコースとしましては 二十ページですね。え、二千二十一担当論文基礎コース全百二十二回のコースということになっていきます。二千二十一年の担当合格に軸を置きながら、論文合格のための基礎力を養成していくそういったコースということになっていきます。要はまあ担当の コースをメインにしつつ論文につきましては論文のコースにつきましては知識を、ね、インプットしていく論文基礎機の部分だけをつけていくそういったコースが担当論文基礎コースということになってきます。なので後から、えー、論文完成要はアウトプット部分を自ら追加的に、ね、受講していただいてで論文の合格を目指すということが必要になってきます。 でこの担当論文基礎コースの特徴メリットとしましては学習の深度に応じて論文式試験の受験年度をですね自ら決めることができるということになってきます。つまり例えばこの基礎コースで受講していただいてで仕事とのねをうまくバランスをとって見事ねあのうまく講座を消化してね消化できたのでなったらばうまく消化できたので2,000 2 1 21年度向けのアウトプット部分を追加的に取って2021年度の8月の論文式試験をね本気で受けてみようって判断もありです。 じゃなくて、まあ基礎コース取ったんだけど、やっぱ仕事まで、ね、ちょっと忙しくなってしまって、なかなかね講義をうまく消化しきれなかったので、2022年度の2022年度向けのアウトプット部分の講座追加的に取って、2022年度の8月に論文式試験を本気で受けてみようって形で判断することもあるということです。つまり、えー、学習の進度、えー、講義のね消化状況に応じてフレキシブルに。 えー、論文の、ね、チャレンジの、ね、年数、ね、年度を決めることができるのがこの論文基礎、えー、論文基礎成的の,、えー、このメリットということになってきます一応コースとしては3つですよね担当だけで一気に最終合格を目指すフルコースでその中間のまあ基礎付きのコースですね一応コースとしては3つご用意していますあとは受講形態ですね受講形態 実際に学校に通う通学と通信で受ける通信ですね通学と通信ですね一応2つの受講形態がありますで通学に関して言いますとスケジュールとしましては32ページですねこれパンフレットで見開きの形で,で左が 担当のスケジュールで右が論文のスケジュールという形になっていますで、えっ、ー、と通学クラスなんですけど実施されるのは東京の千代田区にあります水道橋本校ですねレック水道橋本校が生クラスの実施本校ということになってきます東京千代田区にありますレック水道橋本校が、えー、通学クラスの実施本校ということになってきます でスケジュールとしましては担当のコースにつきましては担当のコースにつきましては、えー、と5月の24日から始まるのが担当のコースですね、えーと。これ毎週日曜日です。毎週日曜日午前10時から2時間半の1コマですね。で1時間の休憩挟んで午後1時半から4時までですね。 毎週日曜日2コマずつですね受講していただくスケジューリングが担当コースの通学クラスのスケジュールということになってきます一方論文コースですね論文コースはスタートは7月ですね7月の4日からスタートしていきます論文コースは毎週土曜日ですやはり1日2コマですね 午午前午後一日2コ場ずつを毎週土曜日ずっと受けていく流れが論文コーーススのスケジュールとということになってきます一方通信ですね通信としましては通信携帯としましては DVD とウェブですね2つの携帯があります手元に講義の映像データを残したい場合には DVD ですね 特にそういったね希望がなければ値段が少し安くなりますウェブということですねネット環境があればですねどこでも見ることができますあのスマホでも見ることができますしあと音声のデータについてはウェブの場合にはねダウンロードすることができますでこの通信のですね視聴のスケジューリングなんですけど通信の視聴のスケジューリングですねそれは例えば担当です とはい、通信のスケジュールで担当のまず初めて受けていただく、まあ、鑑定理論の基礎をインプットしていく合格基礎講座については、えー、っと2020年の1月30日から講義これね主張することができます。つまり 申し込んでいただければ、直ちに鑑定理論二十回分の講義をですね、すぐに見ることができる。そういったスケジュールになっています。ええー、と、通学クラスがあの五月の下旬ぐらいですね。つまり。 通学クラスの4ヶ月前から通信ですともうすでに受講することができるそういったスケジュールになっていますつまりこう生クラスを収録して生クラス通学クラスの後にですねその収録したものをですね通信で受講するそういった形態じゃなくてですね通学クラスの前の段階から、えー、視聴することができるのがレックの通信講座のスケジューリングということですつまり特徴としましては36ページですね36ページ ネックの通信クラスの特徴としましては要は通信講座のためだけに事前に収録をしています生クラスを収録してそれを通信で見てもらうってことじゃなくてえー 通信クラス生のためだけに、専門のスタジオで収録された講義がレックの通信講座ということになっていきます。あの内容ね。内容だったり、住み方はあの生クラスと同じなんですけど、ただ事前に専門スタジオで収録しているのがレックの通信講座です。で、いくつかメリットがありまして、まずはその通信のインプット講座は4ユニット制ですね。4ユニット制となっています。 つまり1回の講義は2.5時間なんですけどその2.5時間の講義が1ユニット大体いい30分前後ですね、まあ、35分ぐらいかける4ユニットで1回の講義が構成されています。なのでこういった受講の仕方ができます。例えば朝に1ユニット35分受講してで通勤通学をしてで帰宅後夜に残り3ユニットを受講するそういった有効的なね、えー 効率的な受講の仕方がねできることができるのが行うことができるのがレックのこう通信講座ということになってきます、えー、と生クラスというのはもちろんペースメーカーになるとかそういったメリットもありますただ生クラスというのは例えば担当ですと毎週日曜日2コマ 2.5時間から2コマで5時間でお昼を挟みますと6時間さらにこう、ね、通学の時間なんかも考えますと大体8時間ぐらい丸々確保しないと受講することができないとかね、こと毎週 8, 8時間結構大変ですよね一方通信というのは1日の中で35分の隙間があればその隙間に自分のです、ね、講義の受講をです、ね、入れ込むことができるということですつまり通信というのは自分の生活の中に受講をです、ね、入れやすいですね 講義の受講ですね生活にね入れやすいそういったメリットがあるのが通信講座の特徴とということになってきますあとは通信講座のメリットとしましては画面上に教座ををししながら通信講座収録をしています要は生クラスを収録した講座というのは通常生クラスというのは今この状態で講師だけが写っている状態なんですね。 テキスストは画面に映っていないなののが生クラスの収録ですと通常ですす通常一方レックの講座というのは事前に通信制のためだけに専門スタジオで収録してますので画像にですねこういった形でですね教材をですね見せて講義をしていきますつまり手元に教材がなくてもスマホ等々で、ね、隙間時間で受講することができるそういったメリットがあるのがレックの通信講座ということになってきます。あとは 全回数分一斉に教材が発送視聴することができるそういった制度になっています先ほど担当コースのまずは初めて受けていただく鑑定理論の合格基礎講座全20回、ね、全20回がすぐに見れる状態になっていましたねつまり仕事の換算期に一気に学習したい方におすすめということになってきます えーと特に近年はあの科目免除を使って公認会計士だったり弁護士の方ですね、えー、受験多くしていますで公認会計士の方というのはこう決算期に合わせて仕事をしなければならないので仕事の繁忙期と換算期の、ね、差が激しいそういった仕事です、えー、半栄期の、ね、差が激しいということで,で公認会計士の方が勉強する時にはこれ仕事の換算期に一気に講座をですね見ていきたいということなんですね その時にレックは一気に例えば鑑定論で20回目生クラスを収録してつどつど配信するって制度になっているので事前に収録して一気に20回分ですねえ配信するようなそういった制度になっていますのでえ仕事の完全に一気に自分のペースで消化することができるですね、そういったメリットもあるのがレックの通信講座というのは生クラスにもこれついているんですよね。 通学クラスにもフォローという形でウェブか DVD の通信講座がねついている制度になっています。なので生クラス例えば論文コース毎週土曜日ですよね。で例えば8月の1日オリンピックチケットが当たったのでちょっと8月1日オリンピック見に行きました。 まあとはね、えー、家族サービスのためにどうしてもねたこととも出てくると思いますただレックは8月1日2コマ休んだとしても生クラスよりもかなり前の段階から、えー、通信で受講する携帯、ね、受講することができる携帯になってますので8月1日直ちにその夜とかに自分で2コマ受講することによって翌週ですよねすぐに追いつくことができる。 そういった制度になってるのがレックの通学クラスですねウェブ dvd のフォローがついていますのでこう通いやすいですねすぐに追いつくことができる通いやすい生クラス通学クラスがレックの通学クラスということになってきますで担当論文、えー、知識をねまず初めてインプットしていくこの合格基礎講座って講座がねまずは初めて受けていただく講座なんですけどこの 基礎講座についてはそれぞれの科目の第1回目あの無料で講座が受講できる、えー、無料体験という制度になっています。なので えとまずはねどういった講義なのかを受けてみたいそういった方はですね、えー、とレックス移動橋本校予約とか特有不要ですので、えー、この講義のスケジュールに合わせていただいてそれぞれの科目ね各1回目無料で体験することができますのでじゃ無料体験で実際ねこう体験していただくあと通信の方はですね、えー、各科目の1回目ないし2回目の講義が無料で視聴できるような、えー、そういった、ねえー、YouTube とかで見れるような、えー、そういった、ね、動画がねアップされてますので。 レッグ鑑定士課の、ね、ホームページから、ね、そういったも、ね、講義を見ていただいてで体験していただいてでぜひ興味を持っていただいたならば3つのコースですね担当だけのコースでフルコース基礎式のコースですねそれぞれ お仕事だったりですね、えー、いろんなね。忙しさあると思いますので、自分のね。生活スタイルと合わせていただいて、3つのコースのいずれか取っていただいて、それぞれのタイプごとの最短のコースで、えー、見事鑑定士になっていただいて、今鑑定業界に変革期になりますので、えー、次の鑑定業界の担い手として皆さんがですね。活躍していただければ、えー、嬉しい限りということになってきます。はい、では以上をもちまして、私のガイダンス終了させていただきます。ありがとうございました。